始まりました、スマブラハウス。MC を務めさせていただきます、ジャパニーズ小池です。よろしくお願いします。かっこいいかった今日。いや嬉しいんだよ、SK が出てくるとさ、よっとかさ、こうやってやってくれるじゃないですか。確かに確かに、ね、みんなニエトロとか出ててもやっぱやってこないですよ。拍手もしないよ。そう、拍手はしないでしょ。ねえ、なんかこういう、立ち回りの人がいてくれるとこっちは安心するんで、嬉しいなと思うんですけど、名前言っちゃいましたが、改めて自己紹介の方よろしくお願いいたします。はい、どうもさん、こんにちは、SK ですということで、よろしくお願いします。はい、SK さんよろしくお願いいたします。このなんかさ、セリフが決まってるのもいいっすよね。なんか芸人さんっぽくていいな。まあ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 、一番シンプルですけどね、僕は。いや、いいっすよ、超シンプルですけど。わかりやすいのが一番わかりやすいですけど、その通りでございますけど、ちょっとわかりにくいこの男の自己紹介です。はい、エイトリンクスと吉本ゲーミングに所属しています、ヒカルです。はい、よろしくお願いいたします。ダブルネームでね、謙虚じゃないです、やってます。そして、はい、レインです、よろしくお願いします。はい、レインちゃんです、よろしくお願いします。シンプル、違うんですよ、もう肩書きが長すぎて、スマブラのプロゲーマーもやってるし、吉本ゲーミングの社員もやってるし、確かにいろいろやられてる。小池さんのマネージャーも、俺もやる、俺のマネージャーもやってる。全部やる。ということで、今回ですね、 SK さんの、今後の目標だったりっていうところとか、目指しているところっていうのもちょっと聞きたいなというところと、うん、ストリーマーに関してはちょっと、やりたいなと思っている企画がございまして、それもちょっとお伝えしたいなというところで、今回トーク会をしていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。じゃあいっぱい聞きたいこと聞いていって、はい、ああ、ヒカルくんあるならでも全然いいです。そもそも最近何してるんですか、うん、最近俺もうほらないからさ、確かにこの接点がないってことね、スマ会、ね、スマ会のあれがないから。なるほど、ね、だからなんか VIP 頑張ってる配信をしてるなぐらい、ね、確かにね、うんうんうん、だからオフ行ってんのかとか、うん、最近の配信のどういうことしてるのかみたいなのはちょっと聞きたいな、ね、確かに何してんすかね俺。何出たよ。いやもうマックにはいるじゃん。いや違う、照れ隠しでこうやって言うんですよ。マックにもいますし、コメダにもいますよ俺は。はい、会場近くのね、渋谷のコメダにいますよ俺は。で探す、はい、でイキリマックして、うわ今日のサムネどうしよっかな、ゴブリンのサムネパクリッターって言って、ライバルライバル、そう、そしたらめっちゃ再生数事故とか、もう二度とこいつのサムネみたいなこと毎日考えてますけど、ね、そうなんですよ。ちょっと聞きたいのは、まあ、あの連勝企画だったり、戦闘力企画だったりっていうのはやられてるじゃないですか。やってますね、はい。まあ、あの辺の目標っていうか、スマブラの目標含めてちょっと改めて聞きたいなと思ってるんですよ。例えばですけど、オフ大会出たいんですっていうのが前回1年半ぐらい前の、動画、オフ大会どんどん出ていきたいです、ね、あ、そうですね、勝ちたいですっていうので、オフ会とか、ね、対戦会とか行けますかみたいなのをヒカル君に相談したのは僕聞いてたので、うん、あれなんですけど、それはある程度こう有言実行して動画にもしてるじゃないですか。あ、そうです、ね、はい、オフレポ動画みたいなのでやってると思うんですけど、うん、もっと例えばですけど、結果が欲しいのかとか、回数なのか出る回数なのかとか、それともオンラインなのかとか登録者なのかとかいうちょっとお話を聞きたいなと思っていて、あんましないんですよこういう話、まあ、全くしないですね。そうですね、まあ、あの多分自分のチャンネルでやるのはむずい。まあ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 、そうね、まあ、やっぱ視聴者に出してる顔みたいなのありますから。そうなんですよ、なかなかその裏の話はしないですね。ね、照れ隠しでいつもなんかこうやるんですけど、真面目なやつなんですよこいつは。真剣の裏の顔に迫る。そう、紳士で明るくていいやつなんです。めちゃくちゃ褒めてくれる。すごいな。2回目だけど会うの。いや俺は見てるから、俺は2回目じゃないの。俺は配信見てるから、あ、いつもの SK 演じてるなと思いながら。やめてやめて、演じてるはまずい、まあ、演じてるはまずいよ、まずいよ演じてるは。いやすごくね、こう、そういうところは僕らにも伝わってるんで、うん、ちょっとそういうところをこうざっくばらんに話していただけないかなと思っていました、ね、あ、まあ本音で、はい、まずですけどオフ、はい、大会っていうところでちょっと焦点を当てて聞きたいなと思ってるんですけど、はい、そもそもなんですけど、結果自体には満足してる感じですか？いや全く。それはこの前直近の大型やとどんぐらいですか？直近の大型、うん、直近だとどれぐらい、とりあえずクーロンかがり日出たんですけど、ああ、はい、そこが、予選突破したとこで2日目行ったとこで負けて、あれ、あの武田さん倒したからね、そう、すごっ。で、あ、そういえば流れてきたわ、ね、あ、そうです、うん、でその前が西部劇、西部劇っていう東京の大会出て、300人規模の大会で、あの2人の極みアーさん倒して予選突破したんですけど、めっちゃ強いじゃん、ガチで
ガチ勢なんですけど、でもあの確かその決勝トーナメントでなんか2100ロボットに負けて、裏で三脚ぶっ壊して悔しがって借りましたね。そう、自分のね、はい、自分の三脚ぶっ壊して借りましたよ、もういいなぁ、いいね。でもそんな動画映さないですけどね。そうだね、くさっいいね。いやでもさ、でもあの、はい、すごくない？大型大会とかさ、まあ、300人規模っつっても、今の300人規模、まあ、皆さんの中ではまあ、まあ、いやあれですけど、もう強い、濃度が濃すぎて、その300人の。そこ予選突破できるってやばいんですよ。まあ、視聴者の方も分かってると思うんですけど、まあ、オフ出ても強いし、オンラインでも見せれるしっていうところで、うん、やっぱりもっと結果は欲しいんだ。でも、ね、全部中途半端なんですよね、俺。中途半端じゃないのよ、これ。え、ちょっと待って、どこまで行ったら中途半端だ。そこどんぐらいで自分に OK を出せるか、うん、確かに。でもやっぱ配信者で言うと、うん、やっぱ今の時期は、うん、なんでしょう、やっぱスマチューバーとしては、はい、やっぱ同節1000は欲しいっすね。今ってどれぐらいっすか？僕今ぶっちゃけ3400、いや、まあ、それがすごいんですよ。いって500、600。あ、じゃあ倍ぐらいいかんと。そうなんですよね。新作出たらもういくよ。あ、そう、新なんかだから今俺がスマブラやってるのって、その新作に、やっぱみんなそうだと思うんですけど、はいはい、やっぱ新作に向けてみたいな、うんうん、どの道新作出ればなんか皆さんいろいろ人生うまくいいようにスマブラやってる人は向くんで、可能性はね、ある、うん、ありますね、うん、まあ、だからまあそれまでは僕ぶっちゃけさ、あんまりそのスマブラで頂点目指すとかっていうのは、はい、あんま人生の目標ではないんです。なるほどなるほど、うん、その辺聞きたい。人生の目標っていうところも聞きたい。どちらかというとスマブラって僕逃避行動なんですよ。あ、うんうんうん、逃げ、好きなことだからやってるっていう、うん、楽しいからっていうね。そう、楽しいから、うんうんうん、どっちかっていうともう現実逃避でスマブラやってるんですよ、うん、どっちかっていうと、うん、マジでなんか現実逃避の大会行ってるんですよ、なんか。へえ、そうなんや。そう、なんかそうなんですよ。でも全然俺からしたら中途半端に見えてないっすよ、ね、あの動画も頑張ってる、生配信も頑張ってるスマブラの YouTuber が大会出てめちゃくちゃ強いって、これ理想じゃないですか、うん、もう多分めちゃくちゃ強いの位置にはもうみんな分かってるんですよ。いや、なんかさ、多分 SK さんが見ちゃってるのが、うん、プロと比較してるからそうなってるだけで、ね、あ、まあ、ストリーマーの中だったらぶっちぎり強くない？いやマジで。でもスノー VS アコーラ見て俺は食らいましたよ。あ、こいつは上見るとな。いや、そこはね、上見るとしんどいよな。そこがかっこよくない？なんかさ、その、うん、まあ俺とは住む世界違うっていうか、その畑が違うからな。俺は動画とかやっってるし、向こうは競技一本でスノーさんめっちゃ強いしね、うん、仲もいいだろうから、うん、スノーは頑張ってるな、すげえな。でも俺は違うところで頑張ってるじゃなくて、こっちも頑張るし、こっち俺足りてねえんだよなって思ってるのがさ、ちゃんと悔しい出てんだよ割と、ね、いや俺これぶっちゃけていいか分かんない、本当に性格悪いと思われるかもしれないけど、うん、俺スノーが負けると少しホッとすんの正直。それは素晴らしい。いや、でも俺、わかるわかる。正直、あ、そりゃミーヤにサンゼロされるわな、わかるわかる。うん、はいはい。アコーラに勝った。マジ？え、じゃあマリオは勝てるってこと？そうだよね。プレッシャーになるよね。マリオはアコーラに勝てるの？みたいな。わかります。あ、じゃあ俺も頑張んなきゃダメだ。スナイプされて、ダメだって泣いてる場合じゃない。いや、あのショートとかめちゃくちゃおもろいんで、俺はね、俺は嬉しいな。いや、またスナイプされたんだけど。いや、そう。だから、いや、これね、誰も多分言わないけど、うん、本当にその、なんだろう、ちょっと自分が負い目感じてるやつが負けて少しホッとするみたいな、こう性格の悪い感情。うん、いや、でも、あるっすよ、ある。あの、普通の感情だと思います。これだって、コーラが全員倒して、本当、なるよね。うん。なります、なります。すごいのももちろんあるけど、そうだね。なんか悔しいってよりかは、なんか、焦る、ね、自分が足りてないってまざまざとこう見せつけられちゃう、言われてるわけやからね。そう、あ、そのキャラ勝てるんだっていう、だからいい競技者ね、あの精神状況は競技者なんですよマジで。そう、ね、逃避でやってる感じには見えへん。そうだね、うん、本当はあのやっぱ僕 YouTuber として有名になりたかったんですけど、はいはいはい、どうしようかなみたいな、まあでもグループとか組んでみてみたいな、うん、まあ有名 YouTuber とこってみんなグループ化してるから、俺もやってみなきゃなと思いながら、なかなか人間関係むずくて、うん、あ、家で一人でスマブラやってるのが気持ちいいってなって、はい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 、でなんか強くなりすぎたみたいな。ちょっと、なるほど。そうそう。いつの間にかあれなんかこんなタイプじゃないんだけどなみたいな。だいぶ競技両足ぐらいは突っ込んでくらいな。突っ込んできたなみたいな。まあなんで、まあでもスマブラの新作出た時が僕勝負だと思ってて、はいはい、まあ要は僕がやっぱ今このポジションにいるのってすごいありがたいことなんですけど。うん、
まあ、やっぱもっと上はあったなと思ったんですよね、はい、ただやっぱスマブラからなんか別のストリーマーになれなかったっていうところで今の僕の正直な今の結果が出てると思うんですけど、まあ、これ新作がもし仮に出てバーって同説仮に1万人とかになった時のその影響力を何か他の YouTube チャンネルに移すことができれば、なるほど、まあまたその別の人生が待ってるわけです、うん、そうだね、まあ今でもその新作出るまであと2年3年4年あるとして、うん、夏休みだなと長い夏休み、夏休みなんだから好きなことしなきゃ、確かに僕らも一緒です、レインちゃんとよく話してます。そうで、じゃあ俺の好きなこと何、うん、スマブラ、はい、出るしかない、オフに、いやすごいよ、そうなるのがやっぱすごいね、うん、でちゃんと勝ってるから、そうなんだよ、まあそうなんですよね、さっきの動画ちょっと多分1本前に動画出てるから、はい、それはあんまねみんな見ないでほしいですけど、いや、うまかったけどな、マジで、それ見ないでほしいですけど、応援してたからね、まずい回もあります、いや、ほしいですけど、それマジで、いやでも大会とね、やっぱこういう回また別やから、そうだね、うん、どうですか、そのオフの目標っていうところで言ったら、あ、大会っていうところとね、目標でこれ個人名出しちゃっていいんですか、あ、いいですよ、大丈夫ですよ、やっぱね、うん、もつ鍋くらい結果出したい、悔しい、結構強いじゃん、うん、悔しい、もっちゃん強いで、もっちゃん強いでしょ、うん、強いけど強い、あいつ俺リスナーなんですよ、へえ、あ、そうなんや、そう、もっとファンなんですよ、へえ、なるほどね、キッズ、キッズなんですよ、あいつまだ絡みあるですか、喋るですか、あ、喋りますよ、あ、ファルオいいじゃん、めちゃくちゃやっぱファルオみたいに行きたいわけで、まあ、年齢も上なんですよ、僕より多分、うん、そうだね、2個か3個上、いや、もっと上、あ、上なんですか、30代いってるよね、ってる、うん、だからまあ年も言い訳にできないし、そうだな、で、かつ多分もつ鍋さんがオフ出てきた時って俺くらいの実力なんですよ、ちょうど、へー、なんか ライトニング五十嵐ってこのチャンネル出てもらいますよ、あるよ、あいつが初めて出たもつ鍋をボコボコにしてみたいなバックグラウンドがあるんですよ、そう、そうだったんでしょ、そのぐらいだ、だからそのぐらいだって、はい、僕とライトニング五十嵐も今同じくらいで、うん、で、まあ、もつ鍋さんは2年前ぐらいに多分出てきて、でそこから2年間たゆまの努力で今のポストにいるんで、いやでもちょっとここ僕も行きたい、結構上やね、うん、ってなると、うん、だいたいかがり火で言うとトップ32ぐらい、まあリザルト入り目指すぐらいまでいかんとって、ほぼ確定でいるな、うん、まあでもそこまでいったら多分またさらによく出てくると思う、出てくるよ、もうプロになろうって、そう、ああ、てか声かかっちゃうよな、うん、あ、それどうします、じゃ あプロになるかということに関しては、うん、まあ何でしょうね、海外大会とか行くってなったら、そうだね、うん、まあやっぱプロスポンサードしていただきたいですけど、そうだよね、うん、そうだよね、新作スマブラで、まあ、年齢もっていうところで30、まあ、もっちゃんがね、もつ鍋さんが頑張ってるっていう背中を追っかけて、もしじゃあその位置までいけたでスポンサードっていうところになった場合、やっぱしてもらえたら嬉しい、まあまあまあしてもらえたらですけどね、でもさ、これどうなんでしょう、レインさんこうやってますけど動画も頑張ってる、もちろんショートもね、動画ショート、ね、生配信も頑張っててオフにも精力的ってなったら、ぶっちゃけ言っていいですか、うん、まず多分ストリーマーで撮りたい場所はある、いや、山っぽくなるよな、でただプロゲーマーとしてだったらまだ足んないけど、うん、でも他の人よりも明らかに低い基準で撮ってもらえる、そう、あ、そういうことね、例えば今もつ鍋さんってギリプロになってないじゃん、そうだったら絶対プロになってる、そういうことよね、うん、まあ客寄せパンダできますからね、はい、そんな自分を卑下する必要ないのよ、でもパンダ必要なんですよ、パンダ一番大事です、そうだけどさ、自分で言わなくてもいいよ、いやでもムキムキなパンダかもしれないんで、そうだよな、前線出るパンダかもしれないんで、最前線でね一番かっこいいパンダ、最前線でね荒らすパンダかもしれないんで、俺が言ってくるそうそうそう人気商売かと思えば、はい、なんかね、そうなる世界線は簡単に見えちゃうんですよ、うんうん、いやマジでだから今本当スマブラもうちょっとか、そうっすね、だからもう、うん、まあ、結論ストリーマーで言うと同説1000人規模、はい、で、まあ、動画とかショートは僕もう完全に任しちゃってるんで、そこに労力実は割いてないんですよ、なるほどなるほど、なんで僕はスマブラできるんですよ、はい、なんで、はい、そう、いや、いい意味でこう体制を整えたと思ったら できてしまうんですよいいねだから今言ってないのは本当に俺がちゃんと行かなきゃダメなんですよ、ちゃんともっと、なるほどね、そうなるほどね、だからこれからはだから本当これ上行くにはやっぱ遠征必要かなってちょっと最近思ってきてます、あ、でも大会いろんなとこ行くのは超大、一回やっぱどっかで上振れるだけで自信になるし、そうだね、そう、関西行った方がいいのかなとか、うん、まあ、九州行った方がいいのかなとか、本当に全部行くべき、うん、ごめんなさいですけど、招待みたいなことってないですか、
招待、うん、ほら関西の大会、関東、あね、九州の大会、まあまあ、平日大会の招待とかありますけど、そういうでっかい大会ないです、はいはいはい、呼んだらいい、いいけどね、それこそ新しく大会始めるとことかね、 SK さんに動画撮ってもらって、そうだよ、結構実は影薄く出てるんですよ今、あ、要はツイッターとか一切発信したいんですよ、へえ、あ、そうなんです、そうです、もう誰倒したとかも言わないんですよ基本、予選なんか戦略的にだったらやる気になるんですけど、うん、あんまりそのなんでしょう、目立ちたくないっていうか、まだ今のところ実力というか、このこっちってやつの、そうそう、実力オフ界隈ではね、もうちょい、うん、もうちょい強くやってからできれば、目立ちたくない、聞けば聞くほど競技側な気がして仕方がないから、ね、しかもちゃんとこう自分のこうストーリーをちゃんと練ってるんで、うん、まあ、視聴者の方も見やすいですよね、それは300人400人いるなと思います ね、まあ、そうですね、スマブラチャンネルとしてはだから、まあ最強の喋れる、うん、強い実況者になりたいという感じで、まあ、4年後新作とか出た暁にはちゃんと YouTuber としての夢をちゃんと追おうかなって感じですね、素晴らしいですよ、なるほどね、確かに30から40から、というところでなんですけれども、レインちゃん言っていいですよね、ざっくりですが、まだいいですか、例の件、そうですね、構想段階の、はい、構想段階なんですがもうすでに SK さんには皆さん声をかけているんですが、俺だけ知らないじゃん、いや、まあ、多分知らないか、本当に知らない、本当に知らない、うん、ですね、スマブラハウスストリーマー最強決定戦をやりたいなと、すごい思っております、なるほどね、はい、めっちゃいいやん、ここも出る、あ、出ないです、あ、出ないんだ、出ないです、ストリーマーってどこまでがストリーマーっていう、やっぱうん、なんだろう、え、じゃあガクトさんはストリーマーに入りますかと、いや、この辺のライン引きもね、ガチすぎるね、ガチすぎる、そう、なんかどっちかって言ったら競技シーンがメインな人じゃなくてスリーマーがメインの人、あー、ちょっとあるの、ガクトさんはスリーマーももちろん同じぐらい近いけど、でもどっちかって言ったらどっちが上って言ったら多分選手がメイン、うん、まあ、走り書きは選手だった、じゃあキャスティングとしては J さんとか、 J はもう呼びます絶対に出てほしいと思う、ね、出てほしいな、僕のなんかだからレインさんってやっぱり構想練ってたら、SK、まず一発目にもうどうしても SK ですよ、はいはいはい、なんで今日お呼びして、ね、もちろんそれはもちろん、はい、全然出ますよ、ありがとうございます、やっと次が J、 J もうここまでは確定なんですし、いや、J、皆さんなんかあれですけど、俺とレインちゃん仲いいっすからね、J と。めっちゃ仲いいっすよ。うん。なんか結構よく DM とかで連絡してるぐらいに、ね、仲いいんで。J は僕は強いと思いますし、これなんか裏の話なんで言っていいかどうかわかんないんです、編集者にカット任せますけど、J がこう、YouTube で頑張ってこう出てきた時に、将軍さんも言ってましたからね。J はおもろいっす、うん、あれいつは伸びます、うん、って言ってて結果今こうなってるんで、やっぱ面白さと強さっていうところを兼ね備えてる SKJ、 あと僕のもう本当にあれなんですけど、ゴブリンさん、僕お話ししたことないんですよ、はい、本当に僕ね、お話ししたことないですけど、大ファンなんですよ、YouTube ショートめっちゃ見てるんですよ、すっごい面白いなというか、動画の YouTube ショートの作り方というか、うん、見せ方うまいなと思って、やっぱ見ちゃうんですよ、うん、ゴブリンさんにも僕は声をかけようと思ってます、うん、あと俺大福さん呼びたいです、あーあー、はい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 、いいっすね、いいじゃないですか、結構いるな、あと SK 的には誰かいたりする、あーそうっすね、エクスタシーとかですか、ああいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、見ますキングクルールの、うん、見ますはい、どうせ2000人ぐらいいますからね、そうですよね、そうよ、見ます僕、いや、あ、でもなんで、ね、でしょう、なピロさんとかじゃないですか、ゆっくり実況でグングンユーさんとか、グンさんね、やっぱその辺入ってくると、うん、まあ、相当盛り上がるんじゃないかなだね、面白そう、ちょっとね、その辺は声をかけたいなと思っていますし、うん、これそう、はい、レインさん、はい、多分言いたいことになっちゃったので、募集をしようかなと思って、そうなんでございます、もう普通にフォーム作って、でなんかYouTuber の人とかでも参加したい人がいれば、はい、登録者とか同説とか、まあ、チャンネル URL 送ってもらって、で多分一発で分かるんで、関係ありません、皆さんの応募して、ただ人数制限はあるので、厳正な抽選の結果っていう形になってしまうと思いますし、招待枠の方ももちろんいらっしゃるんでというところなんですけれど、皆さんも出場の機会ありますし、対戦の機会、それから動画化と生配信もします、はい、なんでちょっとぜひ皆さんにも、参加していただきたい、これがちょっとスマブラハウスの去年から言っていた視聴者を交えて何か大きいことをできないかっていうところで、うん、これをちょっと SK さんだったり J、 それからゴブリンさんの力を借りてストリーマー最強決定戦を、それはオンライン
オンライン。あ、オンライン。もしかしたらストリーマー以外でもインフルエンサー的な立ち位置の人。確かに。まあ、競技シーンとかたまに顔出すけど、なんか、配信とかはしてないけど、でも有名な人とかは声かけるかもしれないです。あれやろ、俺知ってる人、ルイキモさんぐらい。ああ、ルイキモさんね。ルイキモさんね。全然、全然。いや、嬉しいんだよ。出て欲しいのよ。なんで、ちょっとね、その辺、改めてお声掛けさせていただくこともありますし、皆さんはホームで、ちょっと出ていただきたいなっていうところもあるんで、それをね、機にこう、SK がもし優勝とかしていただけるのであれば、うん、なんかこうね、それを弾みに、やっていただきたいなっていうところで今回トークを取らせていただいた次第でございますよ。個人的に J vs SK がマジで見たい。見たいね。ぜひね、個人配信とかも OK にしますので、いろんなところで楽しめるように。主導はこっちやからね。そうね。そうですよ、はい、一生懸命やっていきますので、ぜひ応援していただければと思います、ということで、今回のスマブラハウスは以上となりますが、今後もこういった動画どんどん出していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。そして、SK さんの YouTube チャンネル、そして Twitter の方、概要欄の方に貼らせていただいておりますし、前回、前々回の動画もありますので、ぜひ見ていただければなと思います。うん、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。優勝してくれよ、SK。あ、任せてください。うん